そのゴミは分別せずに出せますか？地域によってルールが違う。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。平成初期の頃までは特に意識する必要のなかったこと、それはゴミを出すことです。何でもかんでもひとまとめにしてゴミを出しておけばすべて回収してくれてました。しかし今ではしっかりと分別していなければ回収してくれません。住み慣れている地域ならゴミの分別をそこまで意識しなくてもできるとは思いますけれども、引っ越しなどで別の地域へ移り住んだ際には困ったことになってしまうんです。それは地域によって分別のルールが微妙に違うからなんですよね。だからこそゴミ分別アプリ 3R、 これが役に立つんです。自治体ごとに違うゴミの種類の出し方を調べることができるんです。またゴミの種類から検索することができますので、分別に迷うようなゴミを簡単に調べられるのが便利なんです。もちろんゴミの収集日だって教えてくれますので、出し忘れもなくなりますよ。今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室短歌部でした。